皆さんこんばんは。ここは JR 金沢駅です。今回この動画は福井と金沢を結ぶ特急ダイナスター号に乗ってきたということでやっていきたいと思います。ダイナスターというのは北陸新幹線金沢延伸時に金沢駅で北陸新幹線と接続する列車としてね、運行を開始しました。福井県立のね、福井博物館に代表する福井県の観光ダイナソーとね、地元の期待を込めたスターを組み合わせた列車になっていますね。で、今回はこの金沢から福井まで特急ダイナスター号をね、乗り通していこうと思います。 JR 金沢駅の改札口にやってきました。今回使う切符はこちら。金沢市内から京都市内までの乗車券と金沢から福井までのダイナスター4号の指定席券です。それではね、こちらに入場していきましょう。今回乗車する特急ダイナスターというのは22時12分発ダイナスター4号福井行きです。2番乗り場ということでね、2番乗り場の方へと早速移動していきましょう。 JR 金沢駅の1、2番乗り場やってきました。1番乗り場にはね、IR 石川鉄道線の回送列車が停車しています。で、今回乗車していくねダイナスター4号というのは2番乗り場から発車します。列車はまだ来ていません。22時ジャスト頃にね、金沢総合車両センターより列車がやってきます。列車来るまで少し待ちましょう。種別が幕式でダイナスター、行き先が3色 LED で福井になっています。いや、このねサンダーバード車両でのね福井っていうのは1日1回でしか見ることができません。ダイナスターというのはね1日2往復設定されているわけなんですが、もう1往復はね白鷺編成の681系ということでね、白鷺サンダーバード編成のね福井っていうのは1日1回しか見ることができないんですよね。今回はね、4号車に座席を確保したわけなんですが、座席の位置の観点からね、今回は3号車から乗車していきます。足元ね、広く空いてますので十分気をつけましょう。車内はこんな感じですね。座る席は1番 D 席ということで、この列車は22時12分発こちらですね、特急ダイナスター4号特急列車ということでね、リクライニングを倒すことができます。結構ね倒れるんですよね。また車端部の席ということでね、コンセントを利用することも可能になっています。緑のランプがね点灯しているところがコンセントになっています。北陸線の特急といえば2024年3月16日のダイヤ改正で北陸新幹線が敦賀まで延伸する形でね、北陸線の特急というのは全て敦賀折り返しになります。こちらね、ダイナスターというのもね消滅してしまうわけです。ただサンダーバード号や白鷺号というのは敦賀折り返しになるということで、敦賀駅でのね乗り換えの詳細のリーフレットっていうのがね、編成によっては座席前ポケットに入っているんですよね。敦賀駅のお乗り換え方法についてというねリーフレットが座席前ポケットにはね入っているような形になっています。22時12分金沢駅をね発車していきます。こっからね福井まで48分かけて移動していくわけです。ダイナスター1日2往復あるんですが、そのうちの1往復というのは白鷺編成ということでね、
ダイナスターでクリクロンマを受けるのは1日1往復だけなんですよね。東急ダイナスター4号福井行きです。列車が現在走行しているのは北陸本線です。北陸本線というのは特急街道になっており、線形が非常によくなっています。サンダーバード号がね、日本最速の特急列車になっているわけなんですが、この乗車中のダイナスターというのがね、サンダーバード号に次ぐ第2位の特急列車になっているんですよね。また特急街道ということで非常に特急列車の本数が多いわけなんですが、金沢から出るね特急列車というのはこのダイナスター4号が最終になっています。金沢をね22時12分より高速出る北陸線の特急というのは存在しないわけですね。列車が現在通過しているのは西松島駅です。あいある石川鉄道線開業後にね開業する駅になっています。大正寺北はね IR 石川鉄道が延伸、大正寺南っていうのはねハピライン福井鉄が新設されるわけなんですが、ダイナスターというのはね廃止されてしまうんですよね。ダイナスターの切符を、ね、出せるっていうのもダイヤ改正までとなります。サンダーバードとかね白鷺だと鶴ヶ稲でね乗ることができるわけなんですが、このダイナスターとかねおはようエクスプレス、おやすみエクスプレスっていうのは第三セクター移管される区間でしか走らないということでね廃止されてしまうようになっています。チケットレスでね取った方が安いんですが、チケットレスで取ってもねこのような形で券面にね出すことができますので、ぜひ皆さん紙でね出したい人でもチケットレスをね使うことをお勧めします。金沢を出てから17分やってきたのは小松駅です。出てから17分やってきたのは小松駅です。この小松駅はねほとんどの特急列車が停車するようになっています。しかもね利用者もそれなりに多いということでね、この小松駅には北陸新幹線の小松駅がねできるような形になっています。小松より先のね阿波津方面各駅に利用する人っていうのは後続の22時54分発普通電車の福井行きをね利用すると便利になっています。ただねそれを利用するぐらいなら金沢からね普通列車で行っても一緒のような気がします。ということで22時30分小松駅をね発車していきます。大正寺駅です。第三セクター移管後ねこの駅が境界駅になります。大正寺牛の屋間でね列車は牛の屋峠を越えてね石川県から福井県へと入っていきます。金沢を出てから37分、やってきたのはあわら温泉駅です。列車はねあわら温泉に到着したわけなんですが、北陸新幹線というのは敦賀まで3月16日に開業します。そのため基本的に北陸本線の特急列車というのはね3月15日をもって廃止されているわけなんですが、ご覧ください3月16日のね小松から金沢、しかも自由席特急券ですよ。基本的に白鷺号とかねサンダーバードとかねダイヤ改正から自由席というのは廃止されるんですが、ダイヤ改正当日にね廃止される区間で廃止される設備をね使っているめちゃくちゃ特殊な券になっています。これなんでねこれ発行できるかというと、
3月15日に米原を発車するね、特急しらさぎ65号というのがあります。それをね、現在発車あわら温泉から金沢間というのは日付の変わった時間を走っていくんですよね。そのため3月15日の乗車の扱いとなるということでね、自由席が設定されるわけです。またこの間でね、自由席券もね発行できてしまうわけです。あら、こんなこと喋ってたらあわら温泉駅発車してしまいましたね。次は終点の福井です。あと13分ほどでね到着するようになっています。あと3分ほどでね終点の福井に到着するわけなんですが、この4号車の車内、私を除いてねあと2人しか乗っていないんですよね。金沢を出てから48分、やってきたのは終点の福井駅です。幕はね、すでに回送の幕に回しているわけです。こちらが乗ってきた683系というのは折り返し、明日の朝6時50分発ダイナスター1号として運転し、金沢能登かかり火1号としてね、和倉温泉まで運行した後、和倉温泉駅からね大阪駅まで直通するサンダーバード20号の運用に備えます。実はね、サンダーバード号よりも白鷺号の方が夜遅く走っています。あちらがね停車しているのが白鷺63号なわけなんですが、先ほど言ったね開業当時も走る白鷺65号というのはちょうどあと10分前ぐらいにね米原を出たぐらいなんですよね。なのでめちゃくちゃ夜遅くまで走っているわけです。なかなかすごいですよね。ではこの動画ここで終わりにします。ダイヤ改正でねダイナスター福井本線非常に悲しくなって寂しくなってしまいますのでね、ぜひ皆さん今のうちに乗ってみてください。では終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。